肩着の姿で尋ねてこいって言いなすから笑わせちゃいけねえぜ。親にはぐれた子供がぐれたを叱るは無理な話よ。うちじゃねえ、見れんじゃねえ。お母さん、俺の言うことをよく聞きなせよ。尋ねた母親にせがれと呼んでもらえるようなこんなヤクザに誰がしたんでになるなら、こんヤクザつれのことざんす、月も月のまで、月も雲まで、何がせがれで、俺にはおっかはいねんで、おっかさんは俺の心の底にいるんだ。そうだ、上と下とのまぶたを合わせりゃ合わねえ昔の優しいおっかの面影が浮かんでくら、会いたくなったら俺はまぶたをつむるんだ。いいぞ、よかった泣かずに済んだ。これが浮世というもの。水と真横とはと渡り島のカッパに雪が消える。おっかさん、はい、お父さん、いや人数少なくなったけどね、うん、こう中身の濃い拍手ですからね。